皆さんこんにちは。現在私は兵庫県は加西市内を走行しております。もうすぐ加西市中心部に向かってですね、到着するところでございます。今回はですね、全世界うまいもの巡りの旅その100、ついに100になってしまいました。さあ、それでは今回こそホルモン焼きうどんの桃源を探れボリューム4ということでございまして、兵庫県加西市にございますお好み焼き豊田さんに行きまして、ホルモン焼きうどんを注文したいと思います。さあ、加西市の中心部でございましてね、こちらの方に、鉄道の駅とかね、市役所とかそういうとこがずっとあるわけでございます。近くに大きなイオンもございます。商業工業すべてのね、中心地加西の中心部でございます。中心部から近いところにですね、こちらもう左手に見えておりますお好み焼き、こちらの方のね、大きな看板がございます。昔から地元でずっと愛されているお好み焼き屋さん豊田さんに行きましてですね、こちらのホルモン焼きうどんをいただきたいと思います。さあ、それでは駐車スペースに止めまして、早速豊田さんの店舗の方に向かっていきたいと思いまーす。さあ、それではお好み焼き豊田さん、大きな看板がありまして店舗正面でございます。早速入店いたしまして、ホルモン焼きうどん注文したいと思います。さあ、お店に入っていきましょうか。昔からあるね、和風のお店という感じじゃなく、こちらはね、レストラン風なんですよね。ショーウィンドウがあったりしましてね。さあ、早速ホルモンうどんかっこそばとなっておりますが、847円、この4店舗の中で最安値でございます。安いのが特徴ということなんでございますが、それでね、斧と一緒でそばも一緒にあるというのが嬉しいんですよね。さあ、やってまいりました、ホルモン焼きうどんでございます。こちらはね、鉄板にね、直置きなんですよね。やっぱりね、これ味噌味なんでね、鉄板熱々だとね、どうしてもね、最後焦げてしまうんですよね。それをね、防ぐためにね、ホイールで下に引いたりね、あとのね、処理も大変ですから、パリパリになったやつをね、鉄板で処理するのも大変でございます。というわけで、ホイール焼きみたいな感じにね、しておるというところが多いんですが、こちらは鉄板直置きでございます。さあ、早速いただいてみましょうか。一口目はどんな感じなんでございましょうか。食べましたらね、ちょっと味噌の配合が違うんですよ、よそと。よそはね、やっぱり白味噌ベースの甘めの味噌っていう感じの味だったんですが、こちらはね、ちょっとね、赤味噌が多い感じで、ちょっと甘じょっぱい感じでございました。まあ、これはこれで風味がね、ありますので、まあいいんじゃないかと思うんですが、
こちらのお店はですね、いろんなミックスでございますね。ちょっとテーブルの端にあったのが、あの端の方に見えてますね。あれね、おでんの皿なんですよ。姫路のおでん、生姜醤油がね、タレでついてくるっていう、あの姫路のおでん、姫路の文化もやってきておる。そしてそば飯とかもありますしね。そば飯があるんだったら、これ神戸の文化でございます。そしてホルモン焼きうどんもある。でそばまである。そばは兵庫県小野市の名産でございます。 B 級グルメになっております。それでホルモン焼きうどんがね、またあるわけですね。ですからね、兵庫県のさまざまな文化がね、この葛西に集合しておる、そんな感じになっておるんですね。でね、みんなまとまってきてるけども、どれをとってもですね、まあ本物じゃないって感じなんですけどね。それはそれでなんか楽しいじゃないですか。大きなお好み焼きということ自体がね、独自の文化というよりも、いろんなね、その土地土地のニーズによってね、変容を遂げていくというとこがね、やっぱりそれらしいとこでございます。でね、安い分だけね、ホルモンが少ない、それは仕方がない。物価高騰の折からね、そんなガツガツホルモンをたくさん入れたら800円という値段では提供できない、そういうことになるわけでございます。このホルモンがね、ちょっとね、少なめでございます。最も安かった、やっぱりこれね、普通ホルモンがね、ちょっと多めに入ってると1000円超えますよ。これを800円で提供してる、普通の焼きそば並みのね、お値段でございます。そうなるとね、やっぱりちょっとね、ボリュームにしょぼさが生まれてしまうと、そういう感じになります。小野はね、もう一回行ってね、ホルモン焼きそば食べてみたいと思うんですが、また今度で行きたいと思います。それでね、お好み焼きもね、姫路のぐじゃ焼き系がね、あったりするんですよ。いろんなね、食文化がこう、兵庫県内の食文化が合わさっておる、そんな感じなんですね。でやっぱり粉もんの文化がね、ずっと大阪から来てまして、その文化の端々でね、いろんな流行りがトレンドが生まれて、それがまたこう集合しておる、そういう感じなんですね。ですからね、ここのね、モダン焼きはもう全然違うみたいですね。まあ食べてないですから偉そうなことは言えませんけど。さあ、いただきました、ごちそうさまでした。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。